スレイブアイランドはスリランカの都市コロンボの一地域、市の中心法都地区の南に位置する。スレイブアイランドという名前はポルトガル、オランダ、並びにイギリスによる植民地時代にこの地にアフリカから連れて来られた奴隷が収容されていたことに由来する。地域にはベーラ湖が存在しており、湖とその遊歩道には多くの人がレクリエーションに訪れる。 またスレイブアイランドは、ホテルや、ショッピングセンターが多く集まる、商業活動が活発な地域でもある。スレイブアイランドは多文化が共生する地域である。この地域最大の民族集団は、スリランカムーアとシンハラ人である。しかしその他にも、バーガー人やマレー人といったマイノリティが居住している。宗教についても、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教や、 その他様々なものが混在している。スレイブアイランドには鉄道のスレイブアイランド駅が存在する。ビクトリア町に作られた歴史的な価値を有す建築物であり、美しいアーチ、複雑な木工細工、金属の展示物といった特徴がビクトリア町のスタイルを際立たせている。ありがとうございます。